バンリンクススマートライトモニターですね。キーをオンにすると起動します。ドライブレコーダーを表示したり、ここから電話をかけたり音楽をかけたりの操作をすることができます。ここにレーダーがついてるんですね。でこれ後部カメラです。基本的にドラレコです。レーダーがついて後方から車両が接近するとですね、画面が切り替わって、ここに後部の後ろのですね映像が映されます。今誰も車来てないですね。そういう時は普通の通常表示になってますけれども、はい、1台車が近づいてきましたね。画面がどう変わるか見てみましょう。はい、来た。はい、後方と右側のアラートが出ましたね。はい、続いて車来ました。はい、また後方と右側にアラートが出ました。おー、すごいすごい。おー、すげえ、ちゃんと反応してる。おー、いいね。で、個人的に嬉しいのが、この空気圧センサーですね。空気圧とタイヤの空気の温度ですね。これが出ます。これはね、非常に、重宝します。で、空気圧の設定は全部自分でできます。最も一番使うのがですね、このカーナビじゃないですかね、皆さんね。日本の法律だと、厳密にはですね、ここに、まあ、スマホ置いてあるとしてください。このスマホを1秒以上注視すると違反になります。はい。でも、スマホの画面が映し出されているモニターを見たりする分には大丈夫ですね。当然、スマホを操作すると違反になりますけども、保持したり操作は違反になりますけども、これリモコンですんで、スマートライドモニターを操作する分には問題ないです。走りながらボタンを押すことはないと思うんですが、基本的に iPhone でできる操作が全部ここでできます。で、割と便利だなと思ったのが、この軌道調整ここで全部できることなんですよね。音声もここで変えられます。で、音声出力。これで Bluetooth かアキシャルか選べる。アキシャルっていうのはね、スピーカーつけられるんですよ、ここから。まあ、Bluetooth で自分のヘッドセットつないでもらって、インカムですね。で、それ経由で、音を聞くことができます。まあ、ここで動画が再生されるわけじゃないんですけど、音楽を流したりとか、YouTube の音を聞いたりとかできるし、携帯をポケットなり、カバンなりで充電した状態で、ここで操作して、音を聞くことができるので、非常にこう、携帯を大事に温存することができる。そしてこのバンリンクスのいいところはですね、ここリモコンついてますね。このリターンみたいなのを押すと、ドラレコ映像。この写真ボタン。静止画を保存なんですね。で、ホームボタンでホームに戻ってきますね。基本的にね、ドラレコなんですね。それにプラス、携帯を操作できる機能がついていると。それプラス、空気圧モニターがついていると。それプラス、後方監視センサーがついていると。やっぱドラレコの域を超えている。で、僕ね、このレビューを依頼いただいたのが、実は2月とか3月ぐらいだったんですね。で、それからしばらく使ったんですよ。で、僕、この手のガジェットレビューって、なるべく自分が使ってからやるようにしてるんですね。で、じゃないとね、わかんないんですよ。例えば、設置して1ヶ月使ったら壊れちゃったとか、日焼けしたとか、水が入ったとか、結構ありますので、そういうことがないように、屋外で、取り付けてから1ヶ月ぐらい放置してみたりとか、炎天下放置してみたりとかですね、いろいろやってみたんですけども、一応ちゃんと動いてますね。はい。なので、皆さんにお勧めできるプロダクトかなと、思います。